第5代チェスター伯爵の墓第5代チェスター伯爵フランシス・ゴドルフィン・ペラムはイギリスの貴族聖職者。称号は死。第3代チェスター伯爵ヘンリー・ペラムとメアリーとの間に次男として生まれる。イートン校からケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進学し、陸上競技とクリケットの大学代表チームに所属。オックスフォード大学との対抗戦で活躍したものに、 与えられるブルーを獲得した。1868年に学士号を取得。卒業後は、聖職者としての道を選んだ。ランベス、バックハーストヒル、グレート・ヤーマスで、教区牧師を務めた。その後、エールズ・バンダー大聖堂のリーツ祭となった。仕事の傍らアマチュアのサッカーチームワンダラーズ、FC でプレーした。1902年、兄・ウォルターが子供を残さず死去したため、 第5代チチスター伯爵となる。1905年60歳で死去。妻アリスカーとの間に生まれた長男の女性リンが爵位を継承した。ありがとうございます。